はい、2月2日木曜日、起こっていいともの時間が参りました。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の出演者は福井県立大学教授の、島田洋一さんです。よろしくお願いします。はい、もう一方、月刊正論発行人有本隆さんです。はい、よろしくお願いします。はい、それでスカイプでタレントの千葉玲ちゃんです。玲ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。東京は昨日と打って変わって寒くて風が強くてなんですけど、福岡はどうなんでしょうか。逆に数日前よりも暖かくなって気温が10度から11度ぐらい外ぐらい。そう、はい、高いな。その辺がちょっと違うんだやっぱりね、うん、同じ日本でもね、うん、いやいやね、暑かったり寒かったりですけど大変ですね。福井の方は雪はどうなってるんですか。先週ひどかったですよ。ひどかったです。だから東京にも出てこられなかったですね。ああ、でしたね、一度。やっぱり在来線の特急弱いんでね、もう2日ぐらいはもうほぼ完全に止まって、あとプラス2日あんまり動かないとかね、1時間遅れとか、あ、まあだから早く新幹線来てほしいなって。あれ新幹線ってやっぱその作りがそうなんですかね、全然止まらないですよね、雪でもね。そうですね、まあ高架を走ってるってこともありますしね、がっちりしてて。で、ね、例えば今回もね、あの在来線止まった一つの理由はこう倒木があってね、要するに雪が積もってその重みで木が折れて、それが線路にのしかかってきてとかね、あ、こういうのはあの新幹線だとありえないですよね。そういうことはないですよね、そうですか、はい、じゃあエネルギー問題から入りましょうかね。レイちゃん、じゃあ1番からまず読んでもらいましょうかね。はい、はい、話題のツイートです。節電限界です。今月13万もの電気代。一般家庭で13万はさすがにきついです。生活していけません。北海道知事も何もできない。岸田総理も何もできない。じゃあ2番の島田さんのも読んでください。はい、島田先生、原発の恩恵を受けている地域は電気料金据え置き、そうでない地域は大幅値上げ。岸田首相にガッツがあるなら党首討論を求め、原発再稼働新設に反対する野党を厳しく追及すべきだ。攻めの姿勢が必要。これ島田さん、そのお書きになっているように、全国10電力、沖縄まで含めてあるうちですね、はい、値上げ申請してないのが関西電力と九州電力、この2つは再稼働してるからですけど、で中部電力は再稼働はしてませんが、まあ、経営努力ということで、3社のみ、実は今回値上げ申請してないということは、7社、残る7社は全部4月1日ないしは6月1日に一斉に値上げをする。しかもその額幅がでかくて、一番低いところでも 28%、一番高い島田さんがお住まい の福井北陸電力はなんと 45% も値上げ、45% っていうのは、はっきり言って家庭電気代でも、これ一応最初に書いてあるのに、今月13万円もの云々って、まあ家庭によって全然違うと言いながら、暖房を電気で賄うとなれば1000円2000円の値上げじゃ済まないんですよね、明らかに。俺は死ねと言ってるようなもんですよ、まあ、ちょっと大げさですけど、まあ、よくね誤解があるんですけど、お前福井に住んでるから福井は原発いっぱい動かしてるんでね、はい、電気代安いだろうと。俺全然違ってね、はい、福井で発電してる電気っていうのはもう全部関西に行ってるんですよね。そうなんですね。でその恩恵を受けてる大阪の左翼なんかが原発止めろとイラストまで言ってますけどね。で私の福井の方はですね、北陸電力管内なんで原発動いてないんでね、だからすごい値上げ幅なんですよね、だからこっちは一応あの原発動かすためにね、いろいろ、まあ私の発言力なんか大したことないですが、いろいろ政治的にも頑張ってね、恩恵は大阪の方に行ってね、こっちはあの大変な目に遭ってますよ。これ一番の方に書いてあるのは13万円もの電気代一月にという、で北海道知事もって書いてあるか、北海道の方なんでしょうか。そうですよね、あそこは泊まり原発を一発動かせ、一気動かせば、こんなもの何にも問題ないんですよ。あの一度ブラックアウト寸前というかブラックアウトになったんでしたっけね、だから泊まり原発さえ動かせば北海道全域も大丈夫なのに止めてしまってる、もうここですよね。有本さんいかがですか。いや本当そうだと思いますね。これ知事もそうですし、本当これ党首討論、あの国会での論戦でもですね、取り上げられてはいるんですけど、もうちょっと切迫感というかね、与野党ともにですね、必要ですね。だって国民民主なんか賛成してるわけだから、はい、維新もまあまあ理解をしてるんですね、どんどん進めたいと思うんですよ。そう思うんですよね、で島先生おっしゃるようにね、もう本当岸田さんもなんか
ね、町じゃなくてこれはもうどんどんもう今日明日の問題なんだから、うん、岸田総理はその原発再稼働すると言ってはいるんですけど言ってはいるんです、それだけど、ね、言ってるだけじゃダメなんですよ、うんうん、そうなんです、具体的に動かすためにじゃあ原子力規制委員会をどうするかとかね、うもう一番のあそこは高いハードルになってるわけですから、それは総理の指導力、政治的指導力を発揮しないと動かないですよ、ね、最近は決断する岸田文雄と言ってるらしいですけども、うんうん、やっぱ実行しないと実行しないといけませんよ、ね、福井のね地元の、自治体なんかはね、はい、非常にこう頑張ってですね、まあ、左翼のいろんな裁判闘争なんかもあるわけですけれども、はい、きちんとこう手続きを取ってですね、議会でも動かすように頑張ってるんだけれども、はい、規制委員会の話とかね、今言われたこれはもう地元がどうしようもない話なんですよ ね、 そうですよね、これは中央の政治家がね、本当ガッツ見せてやらないといけないですね。まあ規制委員会もちょっと話なの恐縮ですが、規制委員会は何と言ったって菅直人さんですよ、菅直人総理の時に、うんうん、この規制委員会の設置とそれから再エネ賦課金という、今持って国民にその害を与えているこの2つを決めたのは菅直人総理ですからね、うん、私はねここもね、厳しくね今も糾弾すべきだというふうに思いますよ。なんかね予算委員会見てるとね、旧民主党の今の立憲民主党の人たちがね、うん、岸田さんに向かっていろいろ言ってますよ、まずお前たちが反省しろよというねそこからは言ってくれないと、うんうんね、納得できないですよね、うん、これは。そうなんですよ、だから言ってることは泉代表と、うん、この大阪、大行か、はいはい、でも違うんですよ、食い違いが、まあ、例によってね、あの制度、うんうん、ちゃん次ですね、経済産業大臣3番お願いします。はい、西村経済産業大臣。米英仏国などは脱炭素化に原子力を重要技術と位置づける、米国は革新炉の研究開発を進め、私自身グランホルム長官と日米連携を確認、英国は2050年原子力 25% 目指し、フランスは革新軽水炉6基建設、両国閣僚とも連携を確認、本年日本が G7 議長国、同志国と連携を強化し次世代革新炉の研究開発進めます。これは革新炉という言い方してますけど、要するに核融合炉のことですよね、うん、まあ、小型化とかいろいろあるけど、この革新炉というのは多分核融合炉のことだと思うんですけど、私ねこれ読んでてあれと思ったらドイツが入ってませんよね。ドイツは原発全廃という方針掲げて今年の3月で原発全廃する、だからね彼らはメンツがあってそれを方針転換できないでいるんだけど、しかしね、うん、ドイツは、ね、こっちの方に入ってこないと、うん、ずっともうエネルギー問題で置いていかれますよ。そうじゃなくてもロシアからの天然ガスのパイプラインがもう機能してないわけですから、それで仕方なし一番悪質な石炭をですね燃やして火力発電をやってるって言うんだからもうお笑い草ですよ。だからドイツはね完璧にこれで置いていかれますよね、うん、そう、まあ、ちょっと他国のことながらちょっと気になったんですけど、島田さんこの辺りいかがでしょうか。この、まあ、核融合炉に関してはね、はい、まあ、専門家に聞くと、うん、これはもう本当に50年とかね、うん、もっとかかるような話で、まあ、要するに水爆が核融合の技術ですけれども、はいはい、大爆発させることはできますけどね、これコントロールしながら電気に使うっていうのは非常にこう制御技術が難しいんで、だからあんまりそっちにこう資金をつぎ込むっていうのはね、この10年20年考えるときにどうなのっていう、まあ、その辺もね政治はしっかり詰めないといけないんですが、このまあ西村経産省に関して言うとね、まあ、これいいこと言ってるんですけれども、これまあ灘高東大経産省なんですが、まあ、ちょっとねこの発信力弱いし ね、 ですね、パンチがないんですよね、うん、でどうも軽いなっていう感じも持たせるしね、うん、だからもっとこのねこう目にねこう切迫感をこう漂わせながらね、うん、バシッとね、うん、言ってほしいんですけどね。そうですよね、うん、有本さんね、西村さんご自身も、うん、ポスト岸田の候補の、まあ、たくさんいる中かもしれないけど一人ですよね。だからやはりその自分の担当するましては経産大臣で、うん、原子炉のことは自分の担当だから、うん、ビシッビシッとねこう決めていった方がいいと思うんですよね、うん、なんとなくちょっと遠慮しすぎてるような印象を受けますけどね、うん、そうですね、もっと前にね、うん、もう本当
もう安倍さんはもう、ね、いないんで、うん、今まで、ね、頼りにした安倍さんがいないんだから、うん、自分たちももっと責任持って、うん、もっと発信だから後で出てきますけど萩生田政調会長なんかもそうですけど、うん、皆さんね、うん、その安倍さんの庇護のもとにあった人たちが、うん、あの安倍さんいなくなってからね意外と伸び悩んでるっていうのはねもう安倍さんいないんだからって、うん、じゃあ俺が頑張るっていうね、もう一歩も二歩もねやっぱり出なきゃダメですよ、うん。まあ、この間アメリカ行ってね西村さん安倍さんの後を継いで頑張るっていうのを講演されてますけど、うん、もっとね本当に再稼働とか向かって目の前の危機に向かって、うんね、解決に向かって動いてほしいなと。この西村氏の場合特にね、はい、やっぱり受験秀才集が抜けないっていうのね、あの典型的な受験秀才なんですけれども、うん、やっぱりこの今電気の問題で彼も本当に最前線に立ってるわけなんでね、うんはい、もっとみんながハッとするようなね、うん、発言を連発しないといけないですよ、うん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 、そうですよね。はい、レイちゃん4番東京電力に行きましょうか。お願いします。はい、東京電力6500億円の巨額赤字、燃料価格の高騰影響。東京電力は去年4月から12月までの9ヶ月間の決算を発表し、この期間としては過去最大の6509億円の赤字となった。ウクライナ情勢の影響で発電の燃料となる LNG、液化天然ガスなどの調達費が大幅に増えていることが収益を圧迫した。こうした状況を受けて今年3月までの2022年度の業績予想も3170億円の赤字になる見通しを発表している。まあこれはね原発動いてないから当然こういうことになるんでしょうが、私は一つ指摘しておきたいんですけど、東京電力はこの前電気料金値上げの申請して、6月1日から 28% 上げるっていう経産省への申請なんだけど、これからくりがあって、その前提は柏崎刈羽原発の7号機8号機が再稼働させるという前提が入ってるんですよ。ということはだけどそんなもん決まってないわけだから、うん、じゃあ動かなかったらどうするか、 28% は済まなくておそらく 30% 台後半とか 40% というとんでもないまた値上げになる、それがおそらく分かってて、そうすると反発受けるからっていうんで 28% の数字に抑えるためにねそういうことをつけたんでしょうがない。それはねやっぱごまかしですよ。私はこの赤字はねすごい大変なことは理解しますよ。だけどね東京電力はもうねもう逃げ隠れ しちゃダメですよ。嘘ついちゃダメですよ。私はそう思いますけどね、うん、島さんいかがでしょう。これはまあ、北陸電力はね、はい、値上げ幅一番大きいんですけれども、はい、まあ、社長が言うところによるとね、火力発電所の燃料の石炭が国際価格5倍に上がったと、はいはいはい、だから企業努力も限界なんだと言うんですけれども、うんうんうん、まあ、そういうことを考えてもね、やっぱり原発をしっかり動かすっていうのがね、うん、本当にやっぱベースになければいけないっていうのはもうますますはっきりしたんじゃないですか。ベースロード電源として原発は 20% 以上ということを国は方針として打ち出してるわけですからね、早くそのレベルまでいけば全然違ってくるわけですよ。それなのになんか土地来るって後出てきますけど、再エネね、太陽光発電出て、太陽光発電はとにかくお荷物でしかないということをねはっきりみんなで認識しないと、あんなもん余裕がある時の発電でしかない。でこんな切羽詰まった時に再エネなんか頼ったら日本の経済そのまま倒れてしまいますよね、これはね、うん、そう思います。はい、じゃあ、今話題 そのまだ太陽光パネル発電でも関わりますけど、三浦瑠麗さん関係でいきたいと思います。レイちゃん5番をお願いします。はい、三浦瑠麗氏の夫の会社10億円トラブル、東京地検の捜査が政界に飛び火する可能性。2018年3月放送の朝まで生テレビ議論のテーマは可能性と課題、再生可能エネルギーだった。原発と太陽光の発電コストを比較する中で、瑠麗氏はうちは事業者ですから現場を見ているので、いくらかかるのかも何にかかるのかも分かってるんですよと事業への関わりを示唆していた。また瑠麗氏は菅政権下の成長戦略会議のメンバー入りし、太陽光発電を猛プッシュ、利益相反との指摘もある。市直の手が入った再生エネルギー事業をめぐってはさまざまな政治家の名前が取り沙汰された。ファミリービジネスをどこまで手広く展開していたのか。はい、島田先生のツイッターです。太陽光中国利権構造にメスを入れるきっかけになるなら三浦家疑惑追及は
重要な意味を持つ。ミューラルリバブルに踊ってきた大手メディアにはなかなか書けない日刊現代の記事、うん、はい、島さんの、うん、はい、まあ、あのこの、まあ、ミューラルル氏はね、はい、作られたスターにしてきたメディアの責任は極めて大きいと思うんですけれども、うん、はいはい、まあ、あの今千葉さんに読んでいただいたあの記事にあるようにね、うん、はい、まあ、まさにあの夫と一体になって、うん、まあ、中国べったりでですね、このお金儲けしてきたわけですよね、はいはい、太陽光パネル でその、彼女をですね、政府もいろんな審議会に使ったりとかで、環境省あたりはだから夫のビジネスだけじゃなくて、うん、環境省あたりもね、うん、彼女をいわば自分たちの広告塔に使って、はいはい、太陽光を推進してきたわけですけれどもね、だそういう構造にしっかりね、あのメスを入れるきっかけになればね、うん、この、まあ、三浦夫妻っていう、まあ、その存在自体は、うん、まあ、小さな存在ですよ、小魚というかね、だから大きなところにねバシッとメスを入れて、うん、こう牽制になるようなね動きを検察には期待したいですけどね、うん、有本さんいかがですか、はいはい、まあ、最近の政治家のですね閣僚なんかが辞めるのに比べると10億ってでかい金額ですよね、そういう金額で、じゃあ本当にどこに行ったのかと、どういうふうになったのかっていうのは今の先生島先生の話じゃないですけども、政界にこういうのが流れてるのか流れてないのかっていうのが、まあ僕らなんか非常に注目するところで、まあ、あの日刊現代の記事では政治家の名前が出たりなんかしてるんですけども、うん、派閥でも市水会二階派とか清和会はパーティーにあの三浦さん講師で招いたりしてますよね、はいはい、でご本人はその自分は関係ないとおっしゃってるんだけど、それがこの会議では政府の会議ではうちは事業者ですかって、うちっていうのはそうなんですよ、あの旦那の会社のことで株を持ち合ってるって本人が言ってるんですよね、うん、旦那とも持ち合ってるパートナーだって言ってるわけだからね、その辺のところを、ですね、あの解明するっていうのは必要だなというふうに思いますね。で正解のルートっていうのは本当にあるのかどうかね、あのやっぱ太陽光のビジネスってこの三浦さんのケースに限らず他のケースも非常に政治家と あのつながりっていうのは密接だという言われてますんで、その辺をですねしっかりと解明していかなきゃいけないというふうに思います、ね、1年半ぐらい前に警視庁がこの三浦清志旦那のね、うん、はい、で動いたんですって、警視庁ですよ、うんうん、で今回ガサリン入ったのは東京地検特捜部ということは額が大きい、あるいはかなり広がりが大きい見るか、うん、正解ルートがあるかという どれかじゃなければあの東京地検特捜部入ってきませんから、そうです、ね、決勝じゃなくて自分がやるという決めたというのは、うん、そうすると正解ルートも含めて可能性があるということと、うんうん、もう一つここの真ん中に書いてある、三浦瑠麗さんが成長戦略会議のメンバーに入ったということが非常に大きく影響してて、これはいろんな有識者会議がある中で一番重要なこれ会議なわけですよ。でここで発言することっていうのは政策とか法案とかにもすごく関わってきてて、そこで三浦瑠麗さんは、その中国を中心としたその太陽光発電のパネルの規制緩和のことをかなり強く主張してて、それが実際規制緩和に動いてるんですよ、現実に彼女の発言の後に。そういうことも全部考えたらね、まあ、ここに利益相反って書いてありますけど、彼女はもう広告塔以上 その事業者としてそういう発言をもし繰り返していたとすると、これはね犯罪 の絡みが出てくる、旦那だけじゃなくて本人もですよ、おそらく東京地検特捜部はそこまでおそらく調べているというふうに私は見ますね、これはね。まあ、三浦瑠麗さんという人はね、はい、あの国際政治学者をまあ自称しておられるんですが、はいはい、まあ、あまり勉強もしてなくてね、うん、あの何言ってるかよくわからない、あの、はい、書いてるものもあの発言もね、唯一明確なのが太陽光パネルビジネスを推す話と、うんうん、中国共産党を弁護する話ですね、はいはい、うん、これだけはまあ間違ってるんだけれども明確なんですよ。だからなんでそのあんだけわけのわからんことを言う人がねそういうところだけ明確なのか、うん、これは明らかにおかしいんですよね、うんうん、しっかりメス入れるべきですね。そう思いますよね。